皆さんこんにちは。今回は、主演の解説、完全版ですね。ということで、進めていきましょう。ってことで、主演概要ですが、主演は、通常攻撃、特殊スキル、回避反撃、クイック支援、連携スキル集結スキルにて、弾薬をチャージしてぶっ放すキャラです。ブレイク中のコンボは、基本的に共鳴スキル、連携スキル、集結スキルがメインとなります。ある程度細かい部分は省略して、コンボ中に起きていることを説明していきます。通常攻撃です。通常攻撃は、全部で5段階となっていて、4段目、5段目にて、弾薬を装填します。注意点はヒットしないと装填されないので、攻撃が当たらなかったら、装填されないので注意してください。大体当たると思いますが、通常攻撃中、1段目の後に横入力で回避攻撃ができます。回避攻撃後は3段目から開始するので、2段目より多少攻撃モーションが短く、回避判定も挟めるので安定コンボとしておすすめ。ただ、見てわかるかもですが敵との距離がずれるので、最終弾がヒットしない現象が起こる場合がありますね。一応、通常攻撃連打してると、最終打を打った後は、自動でショートコンボになります。ただ、装填した弾をぶっ放さないと存在意義がないので、大体1周した後はブレイクキャラに交代することが多いです。さすがに、こういう人はいないと思いますが、横入力ずっとしながら通常連打すると、一生通常1段目とダッシュ攻撃を連打するので、とは2弾薬が装填されないので注意してください。あとはコンボパーツ、弾薬装填方法一覧。強化特殊スキルで3層溜まります。集結スキルでも3層溜まります。まあ、普通にダメージ高いのでブレイク中に打たない理由はほぼないですけどね。連携スキルも発動時に3層溜まります。大体、連携、スキル、集結で、最大値の9層をスタックしてコンボを開始します。そして、クイックチェンジでは1層溜まります。通常最終弾までで2層溜まるので、これを合わせて3層にする運用が比較的主流。回避反撃で1層溜まります。エレンにもあった、回避するとお得なシステムですね。ちなみに、横スライディング攻撃で回避しても弾薬は注意されないので一応注意かな。回避を素出しした時の回避反撃限定です。ってことで、コンボ例です。強化攻撃は通常、スキルなど入力後、通常ボタンを長押しで発動できます。急走コンボは、強化攻撃3段、回避攻撃、回避後3段攻撃、というコンボです。回避攻撃、というかステップの攻撃は通常の強化攻撃と倍率は同じですが、回避のレベル上げがいるので一応育成が別枠なのに注意でしょうか。一応、強化1段、回避1段、その後の3段、回避1段、その後の3段コンボもできますが、回避レベルがちゃんと上がっていないとダメージは下がるので注意。6層コンボです。2パターンあって、強化攻撃、強化攻撃、回避攻撃、最終3段。完全6発使い切りコンボですね。良い点としては無駄がありませんが、次回コンボも完全ため直しなので。強化攻撃を3段した後、回避攻撃をして、2層を貯めるというコンボもありますね。2層あると、クイック支援でちょうど3層になるので、次回のブレイクを加味した継戦能力を考慮するとこっちがいいかも。最後に2個入りの最大コンボですね。2層からスタートして、クイック支援で1層、後は連携と集結、強化スキルで、合計で15層を使うコンボです。最後をダッシュ攻撃で締める場合は、任意で2層スタック用に通常を出し切ってもいいと思います。パッシブについてです。主演が強化攻撃をするときに、ダメージアップ、ブレイク中だとさらに上がる11号と似た形式ですね。そして、追加の支援、あるいは同陣営編成だと、特殊スキル、連携、集結スキル使用後自身の会心率 30% アップします。ブレイクしてから殴ればほぼ連携から始動するので、どちらにせよ、強化スキルを回すので、安定して率 30% 確保が可能ですね。優秀だと思います。スキル育成は、通常、強化スキル、集結を優先がいいと思います。その後、回避を上げていくのがいいと思います。回避は強化攻撃のステップ時の倍率はこちらを参照するようになっているので、優先度は高いですが、ブレイク中前提だと打つ回数を1コンボに1回くらいとかに抑えることもできるので、まあ、連携や集結より少し低い優先度でいい気がします。ただ、他アタッカーほど価値が低めなものではないので注意ですね。それでは、比較のコーナーです。まず、条件はキャラボスレベル60となっていて、S は無凸、A は貫凸でシミュレーション。S ドライバーで48ステータスのうち22ステは指定されてます。
攻撃力が8枠、会心系が9枠、貫通が5枠です。バフとかも考慮した結果となっていて、それがこちら。はい、2個入り編成となっております。意外とファンド武器が高いですね。ブリムストーンが2個あるのは、高い方は循環前提ですかね。4層開始でローテーションするとモチーフを超える想定ですが、このあたりは、敵のブレイクにも大きく影響されますね。撃破で殴る時間次第なところもあるかなと。ただ、モチーフに匹敵するという結果になっているので、モチーフはそこまで重要ではない感じでしょうかね。あとはスターライトエンジンは相変わらず高いです。会心率も自分で増やせるので、採用しやすいと思います。猫モチーフはカバー率 70% で計算とのことですね。という具合で、ブリムストーンが条件付きとはいえモチーフ超えるってすごいね。そして、双角編成想定です。この場合も、モチーフが匹敵。あとは、攻撃力を最大で1000双角だけで増えるので、スターライトエンジンの価値が多少下がってますね。双角入りなら会心とかが重要のようです。そして、サポート比較。やはり2個が最強という結果になっていて、残りメンバーは双角が一番高く、次にルーシーとリナ。ただ、2個かそれ以外って言っても差し支えはないかもですね。A は貫突ならさすがに2個が特化としても充実している印象があります。そして、こちらが貫通と防御現象の関係で、上のオレンジのグラフが防御虫がない場合、下の青色が防御虫 40%、つまり2個想定なわけなんですが、で、右に行くにつれて貫通率の恩恵です。もちろん、右の方がダメージは伸びるので数字が高いほどダメージアップ。で、ここで気づきべきなのが防御虫があると、貫通率の価値が減少します。これは、5番目のスロットに貫通をつけるかどうかにも関連していて、防御虫があると、貫通率をつける恩恵がない場合より下がる。ここから何が言えるかというと、防御虫のある2個サポートの場合は、貫通率よりも普通に火力を伸ばす恩恵が高くなりやすいということのようです。もちろん、バフのトレードで考えた結果だと思います。過剰に全ての要素にバフがあれば、伸びしろを考えると貫通が勝つかもしれませんが、現状のキャラプールやバフ状況だと、2個を使う場合、貫通率をわざわざつける価値は低いようです。そして、異常蓄積について。異常蓄積は、2個が圧倒的に高いので、エーテル4セットを採用する場合は、2個がかなり重要になりますね。状況次第用に異常掌握もあるといいと思います。それでは、編成別推奨ドライバーです。まずは、2個編成の場合です。エーテルセットが全体的に高いですが、攻撃力、会心率セットも多少低い程度で収まっているので、厳選次第だと思います。2% ちょいくらいなら、厳選で十分上下する範囲ですね。ってことで、4番と5番のステータスの比率です。左が4番、右が5番で、6番は攻撃力で固定されています。で、2個入り編成のモチーフ装備は、会心と攻撃力が最適に、貫通系は右端でどちらも低めですね。一応、貫通以外の組み合わせは厳選で変化レベルだと思います。会心、あるいはエーテルメインをつける場合は、片方攻撃力でもさほど落ちませんね。そして、ブリムストーン想定です。この場合は、会心とエーテルが一番高いね。さすがに攻撃力自体は爆盛りできるからでしょうか。ただ、攻撃力アップは外部バフみたいなものなので、会心メインとエーテルか攻撃力メイン、会心がメインが重要そうですね。そして、双角版です。さすがにエーテルが多少安定しづらいのかなって感じ。全体的に上位3セットはそのままで。貫通セットは低めですが、許容範囲まで来てると思います。双角の場合はモチーフがあっても会心と属性バフが大事になるようです。そして、2個の防御ダウンとかはないので、貫通の価値も増加。2番目に貫通メインを採用する価値がありますね。4% 差はまあギリギリ厳選で埋まる範囲ですが。会心メインに、エーテルか貫通が丸そうですね。続いて、ルーシーです。ルーシーというか、2個以外は大体同じになりそうですね。エーテルが下がって、残り2個が高くなってる感じ。貫通セットはこちらでは微妙ですね。まあ、双角ほど攻撃力を配るわけではないですからね。ルーシーの場合は、会心とエーテルで大体双角と同じ。攻撃力バフ上限的にも双角とは違い、攻撃力メインの価値も増加してます。ただ、会心エーテル以外だとそこそこ落ちてしまいますね。リナは貫通バフができるので、相乗効果なんですかね。貫通セットの価値が上がっています。ただ、攻撃か会心セットの位置は高いので全体で見れば貫通セットはあまり厳選はしなくていいかも。リナの場合は、貫通メインの価値が高いです。一応全てのパターンで一番高くなりますが、会心とエーテルセットが 1% 未満の差なので、
まあ、そこまで気にして厳選はしなくていいかもね。ということで、装備比較についてでした。そして、編成については、ニコ主演の組み合わせがやはり強くて、3枠目にアンディなど、撃破キャラクターを入れるか、あるいはルーシーや双角を入れてダブル主演も選択肢になりますね。ルーシーを軸にするならクレタも選択肢にはなりますね。まあ双角の場合はライカンとかも選択肢に増えるので、合わせる支援と相性のいい撃破キャラを入れて、ブレイク重視での立ち回りがいいと思います。凸については軽く触れます。1凸のクイックリロードが、実質装填弾数上限追加になるので、モチーフ取るよりも1凸を目指す方がおすすめですね。ただ、モチーフ取らないならスターライドエンジンでお茶を濁しつつ、プリムスター確保まで想定するのがおすすめです。シグナル交換で確定入手、将来的には絶対に取れますね。4凸とかも強いですが、中途半端な位置にはなるので、低凸かモチーフ、って人は1凸がおすすめですね。ということで、主演動画最終版でした。紹介していない編成もありますが、基本は2個セットで、そこから1枠ってのがおすすめです。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。